ロサンゼルス着きました。約9時間ですかね。完全に今回はもう一人旅なので、すごい緊張しながら来てますけど、でも何回か来たことあるので大丈夫かなと思いつつ、あとはまあロサンゼルスに知り合いもねたくさんいるんで、ちょっと頼りながら生きていこうかなと思ってます。こちらスタジオにやってきました。そうアリゾナでキャンプをやってるので今選手はいないんですけれども、でも本当にもう多くの車があってたくさんの方が来てますね。ギフトショップはやってるので多分皆さんそこに来られてるんだと思いますけど、この上を上がっていくとチームショップ、ギフトショップがあるんだと思います。ギフトショップ右下に書いてあります。ちょっと上上がっていこうと思います。階段がしんどい。ああすごい、ブルーオブカリフォルニア。これがメインゲートですかね。ファンの方がみんなここに駐車をして入ってくるんだと思います。グッドショップやってるはずなのにやってない。あ、上か、上ですね。ここだ、この上に行けばあるんだ。あ、いいですね、いいですね。ちょっと見えるな、ここちょっと見えますね。この奥に多分あるんだと思います。はあ、すごい。あ、じゃあジャッキー・ロビンソン、ジャッキー・ロビンソンの番号が。大谷翔平選手の番号あるのかな。まだないか。これみんな永久欠番かな。ヤンキースタジアムも行きましたけど、本当アメリカは永久欠番の選手がすごい多いですよね。そしてここは僕が行きたかったチームショップです。ここでちょっといろいろ土産に買って帰りたいと思います。いいね。うわ、すごいっすね。メモリアルパークって。
速は175フィート173フィートもうリトルリーグの専用の。へえ、すげえ。うわー、芝が綺麗ですね。芝がすごい綺麗。で、この芝の境目はちゃんと手入れせられてある。意外とね、この芝が長いんですよね。まあでもちゃんと手入れされてるから別にね、あの芝は均一に揃ってますし。あ、こういうベンチなんだ。こういうベンチもいいですね。ちゃんと金網があってね、あのボールが来ても危なくないようになってますね。あ、でもネットもこんな感じで立てられるんだ。なるほどね、こんな感じのネットでいいんだな。これだったらなんか作れそうですね。本当にこんな場所がやっぱり、ね、この街の中にあるってこともすごいなと思います。芝で手入れされてますね。すごい広いなあ、ここで。ベンチはこんな感じですね。あ、こういう風になってるんだ。そっか、ネットがこっからつら。あ、これはいいアイデアだ。今からあのエルセグンドの、少年野球チームが去年世界一になったので、まあ、その球場をちょっと見させていただくということで。エルセグンドのチームにやってきました。ここがヌートバー選手が小さい頃に野球をやってた場所ですね。すごい。ホームベースからバックネットの距離すごい近いですね。ここめちゃくちゃいいですよね。いいよね。本当いい。4番ファースト清宮君、背番号1で放送してたんだよ、ここで。クイブさん、声めっちゃ響いてる。